さあどこから連結出てくるのか、皆さんよく新幹線のお顔を見ててくださいね。また連結器出てくる際に大きな音がします。特に小さなお子様、最初に耳を塞ぎながらご覧ください。また一番前でご見学中のお客様、柵からは手や顔は出さないでください。手や顔、また足ですね、出さないように気をつけてください。かなり連結器皆さんの方に向かってぐるぐると出てきます。連結器にはお手を触れないようにご協力お願いいたします。それでは連結器を出したいと思います。3、2、1、連結器出てきます。はい、連結器が出てきました。ちょうどお顔の口のあたりです。